ネクストリバーレ出張特別企画ラビチューブをご覧の皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。トリガーの綱嶋龍之介です。この番組は12人のアイドルたちがラビチューブクリエイターに挑戦し、楽しい時間をお届けするっていう番組だよ。みんな、テンとガクの会話見てくれたかな？すっごい面白かったよね。特にホラ街をめぐって動画でやり取りし合う2人が印象深かったな。みんなもどんなところが面白かったか今度教えてくれると嬉しいな。はい、というわけでもうおなじみだよね。このお部屋からお届けしていで、ホラ街がある。全然気がつかなかった。これ吹いた方がいいですか？ああ、でも2人とも吹かなかったもんね。このまま何もしない方が面白いかも。なんかあれが置いてあると2人に見守られてる気分になるな。それじゃあ早速最初のコーナー行ってみようか。びっくりドキドキ箱の中身は何だろうなコーナー。はい、これはテンとガクからもライバル宣言されているドキドキなコーナーです。まずはルールを説明するよ。回答権は3回まで。3回間違えると罰ゲーム。ヒントは1回、中身に関する質問ができます。正解するまで、もしくは回答権を使い切るまでのタイムを測り、みんなと競う。だってテンが成功しててガクが失敗してるんだよね。俺も負けてられないな。罰ゲームのセンブリ茶はそこまで苦手ってわけじゃないんだけど、飲まないように頑張りたいと思います。それからみんなのタイムはこちらです。この辺りに出てるかな。アイドリッシュセブンの子たちはリアクションがそれぞれ違って勉強になったな。そつなくこなしながらも笑いを取る美月くん、総吾くんとか、あと怖がってた玉木くんと凪くんも可愛かったよね。あと話してたら長くなっちゃうな。それじゃあいくよ。よっと、よしっと。何が入ってるんだろう。ん？何だろうこれ。ザルかな。あ、ザルに何か置いてあるんだ。あ、これを当てればいいんだね。何だろう、ちょっと長いね。うっすら毛が生えてる。よし、とりあえず一回行ってみようかな。中身はトウモロコシです。違ったか。手触りがちょっと似てた気がしたんだけど。あ、それじゃあヒント、中身は食べ物ですか？あ、やっぱり食べ物なんだ。よし、もう一回チャレンジするね。これ結構細かったんだな。あ、ザラザラしてると思ってたけど皮か。皮を剥くタイプの食べ物。ああ、分かったぞ。これ当てられなかったら島のみんなに怒られちゃうとこだった。答えはサトウキビ。絶対当たったかと思ったのに。皮を剥くザラザラした細長い食べ物ですよね。そっか、ラストチャンス、トリガーの名にかけて当てるしかない。これがガクやテンだったらさっと答えちゃうんだろうな。トウモロコシでもサトウキビでもない。よし、もうあれしかないな。中身はごぼうです。違いましたか。うわ、やばい、やっちゃった。ガク、テン、ごめん。タケノコですか。うわ、
こんな細いのがあったんですね。料理好きなのに当てられなかったな。ゆきさんにまたいろいろ教えてもらわなきゃ。ガクに当ててこいって言われてたけど、男龍之介飲みます。あー意外けどいい味だ。はい、というわけでトリガーでチャレンジ成功できたのは天だけになっちゃったけど、俺はすごく楽しめたので結果的に良かったかなと思います。以上、びっくりドキドキ箱の中身はなんだろうなコーナーでした。チャレンジ、お題はなんだろうなコーナー。このコーナーはくじを引いて書いてあるお題にチャレンジするっていうコーナーだね。聞き酒チャレンジで大和くんお酒飲んでたけど、俺もああいうのがいいな。それだったら当てられる自信があるよ。じゃ早速引いてみようかな。よし、これだ。プリンザランにチャレンジだって。プリンが走るのかな。走るプリン、よくわからないけどチャレンジしがいがありそうだね。スタッフさん、準備よろしくお願いします。はい、プリンザラン、これだね。玉木くんが好きな王様プリンだよね。ゲームだったのか。かわいいな。最後まで完走できたらチャレンジ成功か。王様プリンが走るゲームって難しいのかな。ちょっと緊張するけどやってみたいと思います。玉木くん頑張るね。王様プリン、あれ、これもう始まってる。あ、走ってる。緑の王様プリンもいるんだな。って、あれ？そっか、タップして障害物を避けながらプリンを集めないといけないんだった。え、あれ？あ、なんだ？誰か出てきたよ。なんか、高梨事務所さんで飼ってるウサギみたいな。あ、すごい、音が変わった。これ、無敵になったのか。やった、クリアできた。王様プリンも喜んでる。かわいいな。なんだかよくわからないうちにクリアできたみたいなんだけど、今度はゆっくりやってみたいと思います。玉木くんとゲームが上手いナギくんに教わったらもっといい感じにできるのかな。はい、というわけでゲームすっごく楽しかったです。今度ガクとテンにもやってもらおうと思います。以上、チャレンジ、お題はなんだろうなコーナーでした。あっという間に終わりの時間になってしまいました。すごく楽しかったから終わっちゃうのがなんだか寂しいね。よかったらお気に入り登録してラビチューブを何回も見てくれると嬉しいな。なでなでか。ガクの時もドキッとするリクエストだったけど、今回もすごいですね。それじゃ今日はバイバイ。いい子にしてるんだよ。